404です。今回はこちらです。モスの日のひまわり3回目です。種をまいてから23日が経過しました。13日目くらいに本葉が顔を出し始めまして、今のところ順調に成長しております。そしてこちらが23日目の姿です。だいぶ本葉が大きくなりました。この本葉なんですが、綺麗に2枚同時に出てきたものがあれば、時間差で1枚1枚出てきたものもあって、それぞれ成長の仕方が若干違うんですよね。そういったところを見つけると面白いなぁと感じてしまいます。よく見てみると次の本葉が顔を出しているものがあるんですよ。ここ数日は成長スピードがさらに増していて、朝と夜とで大きさが明らかに違っていたりするので、本当にびっくりしてしまいますね。現在背丈の方は約 6.5 センチとなっておりまして、だいたいみんな同じくらいですね。ぐんぐん伸びてきております。さて今回なんですが、ちょっとこちらのポットが窮屈そうになってきたので植え替えをしてあげようと思います。使うポットはこちらです。そのまま植えられる鉢ということで、ポットごとそのまま植えられる商品でございます。実はですね、このモスの日のひまわりでは、このチャンネルのお花の栽培では初めてとなります。地植えに挑戦したいと思っています。なのでこれだと簡単に植えられますし、あとまだ植える場所の準備ができていないので、その準備が整うまでこれで育てていくっていうのもありかなと思って、こちらを使ってみることにしました。今回使う土はこちらです。腐葉土と赤玉土を用意しました。これを3対7の割合で混ぜて使いたいと思います。それではやっていきましょう。まずはこちらのポットを水で湿らせてきました。これに1本ずつ移植していきます。緊張するな。わ、すごいですね。結構根っこがしっかり張ってます。今までこんなことなかったんですけどね。これがメネデールの力なんですかね。あー、これやばい、ダメかも。これは完全にくっついちゃってるんで、離そうとすると多分折れちゃいます。なので今回はもう間引きするしかなさそうですね。どっちがいいかな。形的にはこっちの方が綺麗なので、こっちを残したいと思います。申し訳ないんですけど、こっちはここでちょん切らせていただきます。うわー、厳しいな。では切っちゃいましょう。せーの。あー、ではこちらを植え替えしちゃいましょう。はい、一つ目が出来上がりました。ちょっと悲しいですね。まあ仕方ないんで、次々やっていきましょう。いや、本当に根っこがすごいな。これもちょっと無理ですね。間引きしちゃいましょう。どっちがいいかな。じゃあ左側を残します。ごめんなさい。はい、二つ目ができました。次行こう。あ、これはいけそうですね。はい、なんとかこちらは二つに分けることができました。次行きましょう。
あー、これもダメですね。これはどっちを残そうかな。これは左を残したいと思います。ごめんね。はい、できました。次いきます。はい、こちらが最後になりました。これは1本だけなのでこのまま植え替えます。はい、できました。最後に水を与えていきます。はい、植え替えが完了いたしました。間引きしちゃいましたね。9本が6本になってしまいました。ちょっと悲しいんですけど、共倒れになっちゃうのでこうするしかなかったですね。仕方ないのかなと思います。とりあえずこれで前よりは伸び伸び育ってくれるんじゃないかなと思います。あとは植える場所の準備をして、もう少し成長したら地植えしてあげようと思います。今回初挑戦なのでちょっと不安なんですが、焦らず丁寧にやっていこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。